それでは予定していた時刻となりましたので、再開をしたいと思います。ウェブ参加の委員の皆様もよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは4番目の事業にの議論に入ります。4番目の事業、スマート農業総合推進対策事業について担当から説明をお願いいたします。ただいまからご説明させていただきたいと思います。技術会議事務局研究推進課長の島村でございます。ご説明資料をまず1ページ目のロジックモデルからご説明させていただきたく存じます。スマート農業総合推進対策事業でございます。この事業につきましては、農業の現場におけますさまざまな課題、具体的には労働者数の減少でございますとか高齢化、こういった中でですね、生産基盤の弱体化が懸念される中で規模拡大を進めまして、我が国農業の競争力強化、このためにですね、全国的な課題の対応としてスマート農業の社会実装を早急に進めるという事業でございます。大きく分けて技術、事業には2つの要素がございまして、技術開発実証の事業、スマート農業実証加速化実証プロジェクトとですね、実装普及に向けた、環境整備といたしまして5つの事業が一体的に運営されてございます。ロジックモデルにございます通り、各種事業につきまして技術の導入状況につきましてのアクティビティ、さらにはこれに基づきましたアウトプット目標と、さらにはアウトカム指標、さらにはアウトカムの中長期の目標といたしまして、農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践するということでございます。特にですね、上村委員様の方から労働生産性についての目標の関係についてご指摘が以前ございましたけれども、年度計画に定められた目標を達成した実証計画、この中にはですね、目標の中に定量的な労働生産性、すなわち労働時間の削減効果等の目標も入れて整理させていただいてございます。また併せまして、中長期的なですね、目標達成の状況とかですね、あとはその中間指標の設定についても加盟委員からご指摘をいただいてございます。これにつきましては後ほど説明資料におきましてご説明させていただきたいと思います。でまたここにございます短期のアウトカム指標につきましては、すべての事業につきましておおむね達成させていただいているという状況にございます。続きまして資金のですね、事業執行の状況につきまして、レビュー主導に即してご説明させていただきたく存じます。ここにございます通り、令和2年度の、予算額としては15億円ということで、執行率は 83% ということで執行させていただいてございます。執行状況につきましては資料の6ページでございますけれども、一定の事業におきましては新型コロナの感染症拡大に伴うですね、現地検討会ができなかったというような事例によりまして、8割ぐらいの執行率ということでさせていただいてございます。また9ページにございます通り、予算の流れにつきましてはおおむね、ほとんどの事業におきまして基本的には補助金交付等をですね、直接事業実施をしているものが多くございます。また、実証プロジェクトにつきましてはですね、我が国唯一の、国内のですね、国立研究開発法人でございます農研機構を通じたですね、的確な事業実施をさせていただいているという状況でございます。続きまして資料の補足説明、続きましてですね、このページとしてはですね、各種事業について各ポンチ絵をですね、1事業ごとに整理させていただいてございます。ページとしてはですね、18ページから24ページ、これは各種事業についてご説明させていただいてございます。さらにご説明資料といたしまして、用意いたしました資料をご覧ください。26ページでございます。スマート農業の社会実装の加速化についてということで、全体像についてご説明させていただきたく存じます。ここにもございます通り、スマート農業を活用して生産現場の課題をイノベーションで解決するということで当事業はやらせていただいてございます。スマート農業の効果といたしましてはですね、多義的な効果と言われているのですけれども、生産現場のメリット、作業の自動化以外にもですね、情報共有の簡易化でございますとか、データの活用、さまざまな効果を指摘させていただいてございます。また本年はですね、成長戦略会議におきましても、スマート農業水産農林水産業ワーキンググループ有識者のご提言といたしまして、これまでの農林水産業を大きく変革する極めた重要な取り組みということで、一層の取り組みを強化すべきだということでご指摘いただいてございます。でこういった効果の KPI でございますが、先ほどご説明いたしました通り、2025年までに
農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践するということでございまして、現状の達成状況につきましては 36.4% ということでございます。この詳細については32ページで後ほどご説明させていただきます。で、続きまして27ページでございます。これスマート農業総合推進対策事業の各事業の関係でございまして、以前小針委員様の方からですね、さまざまな課題についてそれぞれの事業の内容が的確に配置されているのかどうかというような形でございますとか、アグリとの連携は十分かというようなご指摘をいただいているというふうに存じます。で、具体的なスマート農業推進の課題につきましては、令和3年2月に改定いたしました総合推進パッケージでですね、主要な課題について整理させていただいてございます。左側にある5つの課題がその課題でございます。で、こういった事業をですね、的確に行うということを考えましたときにですね、事業担当関係が事業担当課がですね、緊密に連携をすること、さらにはスマート農業に実証を進める、普及を進めるためにですね、現場へはですね、交付要領や実施要領を一本化してですね、一括して普及していくこと、こういったことを観点に置きましてですね、さらにはワグリの連携も含めまして総合推進対策事業としてやらさせていただいてございます。ここにもございます通り、さまざまなその5つの課題、色分けをさせていただいてございますけれども、例えばスマート農業の実証普及や分析普及でございまして、あとは新たな農業支援サービスの普及育成でございます。これらにつきましては実証プロジェクトの中でモデルを作ってさせていただいておりますし、実践環境の整備につきましてはロボット技術安全性確保対策やですね、データ駆動型土づくり推進、さらには実証分析と普及に関連する作業といたしまして、次世代につなぐ営農体系確立支援、学習機能の機会の提供といたしましてはスマート農業教育推進といった事業をさせていただいてございますので、それぞれの課題に的確に対応した事業構成になっていると存じます。また海外への展開、これもですね、令和3年度の事業実施の一環といたしまして、こういった事業をですね、新たに新設いたしまして、対応させていただくということにさせていただいています。また、ワグリとの連携といたしましては、実証プロジェクトやですね、先ほどございました、次世代につなぐ営農体系確立支援、およびデータ駆動型土づくり、これについてはワグリとの連携について位置づけております。これは参考資料の37ページでご説明させていただきたく存じます。各種事業の成果につきましては重複になりますので、簡単にご覧いただければと思います。で、またですね、31ページでございますけれども、実証プロジェクトにおきまして、各種施策の状況でございますとか課題につきまして、デジタル効果測定も含めまして、しっかりと状況を把握して課題や評価を分析した上で、来年度以降の事業実施につなげております。特に以前亀井委員様からご指摘のございました消費や付加価値向上、こういった取り組みをですね、しっかりやるべきであるというようなご指摘もございましたので、アクションといたしまして、令和3年からですね、小流と連携したモデルも実施することとさせていただいてございます。で、続きまして、梅村委員からご指摘のございます32ページスマート農業の社会実装の現状に関するデータでございます。ここにつきましては、2020年の農業センサスの中でですね、ここにございます通り、データを活用した農業を行っているという方のほかにもですね、データを取得して活用している方、データを記録して活用している方、データを取得分析して活用している方、それぞれのアンケート分析をさせていただいてございます。全体を合わせますと 36.4% ということでございますけれども、農業の担い手、すなわち認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、ここにおきましてはですね、比較的取り組みが一定程度推進している部分もございます。で、続きましてですね、33ページでございます。ここは中期のアウトカム目標の設定等についてのご説明でございます。ここは亀井委員からご指摘いただきました通りですね、スマート農業の普及には技術のメリットが理解されることや、技術が実際に使いこなせるユーザビリティの両面が必要であるということでございまして、実際にデジタル効果測定の結果も踏まえましてですね、今後の中期アウトカム目標の設定についても検討させていただきたいと考えてございます。長くなりましたので、後ほどまた参考資料ではですね、スマート農業推進総合対策事業の経緯について36ページでまとめてさせていただいておりますし、37ページではですね、スマート農業総合推進対策事業とワグリとの関係につきましても整理させていただいているところでございます。また具体的な取り組みの内容につきましてご指摘いただきましたら、議論を進めさせていただきたいと思います。少しでもいい事業にさせていただきたいと存じます。ぜひ本日はどうぞよろしくご指導いただきますと幸いでございます。
はい、ありがとうございました。この事業の論点につきまして、事務局の方からコメントいたします。本事業の論点といたしましては、アウトカムについて、中長期アウトカムと5つの短期アウトカムをつなぐ中間指標が必要ではないか、またワグリを利用してデータ提供された件数など、ワグリの仕組みを使用した指標についても考えてはどうか。さらに事業の効果分析について、前進事業の果たしてきた役割や課題を踏まえた上で効果を分析していくべきではないか、また事業内容が6つとなっているが現在の課題に対応したものとなっているか、アウトカム達成に向け隙間ないかといった点が挙げられるのではないかと考えておるところでございます。午後の5つの事業につきましては三浦委員に参加いただかないということになっておりますのでご報告を申し上げます。それでは委員の皆様からご発言をお願いをしたいと思います。亀井委員、よろしくお願いします。これまでのプロセスでいろいろご丁寧にご対応いただいてありがとうございました。特に31ページや33ページに示された点というのは大変大事な今後の事業をより良いものにする、先ほどご説明いただいた時の最後にもおっしゃっていただきましたけれども、より良いものにするという、そういう観点で我々もいろいろと申し上げてきたところがあるんですけれども、そこをご丁寧にいただいた対応いただいたことにはまず感謝を申し上げたいと思います。また多分いろんな作業で後ろにお座りの方も大変だったと思います。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。でただなんていうかレビューに対応するからこうだというよりはまさに事業設計の中にこういったものが組まれていくことが大事 でさらに申し上げれば、やはりロジックモデル、最初のページのロジックモデルを見ると先ほどのご説明でもありましたが、短期のアウトカムは確かに達成できましたと。ただ問題はやっぱりその中長期のアウトカムである指標6ともあるところですけども、その農業の担い手の皆さん、農業者の皆さんがデータを何らかの形でデータを使えるようになっていくっていうのが目指すところ でこれはいろんな国全体、政府全体の戦略の中にも示されている通りで、これはやっていかないとなかなかその農業者が少なくなっていく中でこれに対応できないっていう話なんだと思いますね。でこれは極めて重要だっていうのは、これはまさに問題意識は共有するところであります。でそういう中で31ページや33ページのところが出されたんだと思うんですが、具体的に今やってる人たちとはこうコミュニケーションを密にし、かつ具体的にこう把握できたものをしっかりとその返していくっていうプロセスが重要ですし、おそらく多分31ページのこの PDCA っていうプロセスで名前をつけていいのかどうか分かりませんけれども、おそらくデジタルになると従来のこの行政がやってたようなその1年に1回なんか情報が上がってきてそれで回すというよりは、もっと多分このスピードが速くなるという、ただ農業っていうのが一方で言うとその年に何回作れるのかみたいなところの限界もあるんで、ここら辺はその どのぐらい早くできるかっていうのがあるんですが、ただ課題が見えてきたら迅速に対応するってことがすごく大事だと思いますので、ここはぜひそういう形でそのなんか1年に1回やればいいよねとか2年に1回やればいいよねっていう話ではないってところについてぜひお考えをお聞かせいただければというふうに思います。それからもう1点ちょっと追加、似たような話なんでこのままお話をお伺いできればと思うんですが、33ページのところは大変なんというか良い整理をしていただいたなというふうに思っていて、今使っている人たちはイノベーターでありアーリーアダプターなわけですよね。つまり何ていうのかな、そういうのを率先してやってくださる、一つは何とか経営的にも余裕があるし、あるいは農業者自身がそういうの好きだったりとか、そういったこともあってやってくださるわけですけども、問題はその後にいるマジョリティの人たちで、この人たちが変わっていかないとなかなかいけないと。で、今の取り組みとしては、いろんなことを伝えていくようなプロジェクトをやってるんだけれどもっていう話なんですが、でおそらく多分大事なことは地域の中でこういった会話が自然になされるような状態を作っていくことが結構大事で、あれ使うといいよっていうような話になっていくかっていうところのデザインがどうされているかっていうことは結構大事だと思うんですが、この辺の取り組みはどんな感じなのかっていうところについてもうちょっと具体的なところをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。大変貴重なご指摘いただきまして誠に感謝申し上げます。まさにですね、先生おっしゃっていただいた通り、効果測定、これはですね、緊密にやっていく必要があるということは認識させていただいております。で実際にですね、我が当初といたしましてもリアルボイスといたしましてですね、品目ごとにその事業の成果をですね、昨年度2回にわたって公表してございます。でその際にはですね、動画を公表する際にデジタル効果測定をその度ごとにやらせていただいてございます。
ここには農水省のですね、統一的なデータ測定の仕組みを使いましてですね、具体的にどういうところが有効であったかとかですね、どういうところについてその、課題として認識すべきかということを品目ごととかですね、状況において随時やらせていただいてございます。またこのほかにもその各種の事業実施のスケジュールといたしまして、そのコンソーシアムの意見交換等はですね、非常に緊密に1年に1回、最後評価をするのは1年に1回ですけれども、参考資料のですね、35ページにございますような事業スキームの中でですね、随時随時プログラムオフィサーが中心となってですね、情報開示とかですね、取り組みをやらせていただいておりますので、まさにデジタル化の中でですね、しっかりと効果を把握して課題を対応していくというところは極めて重視しているところの一つでございます。あともう一つございました、アーリーアダプターからマジョリティへの普及ということでございまして、ここは先生にご指摘いただきまして、私どもも勉強を進めさせていただいておる中でですね、マジョリティにそのやはり普及していくためには、やはり安心感でございますとかですね、実際使いやすさ、こういったものをしっかりと普及することが大事だろうと考えてございます。で、具体的にはですね、実際ある程度事業についてもですね、普及している技術もございますので、経営的な相談窓口を強化したりだとか、今までせっかくやらせていただいた成果をですね、地域ごとに情報発信をしていくようなカウンセリングのやり方とか、そういったことも今検討させていただいてございます。そこを場合によってこの設定しうる指標の中でですね、位置づけていくことも一つ考えられるのかなという認識でございますので、そういったところはですね、しっかりと対応させていただいて、成果を上げていきたいという考えでございますので、引き続きご指導いただけますと幸いでございます。あと産地と のコミュニケーションについてはですね、まさに成長戦略会議の中でもご指摘があったのですけれども、産地ビジョンをですね、今後はその限られた、人口減少社会の中で農地や人材をどう地域で考えていくかというのは省全体の大きな課題という認識でございますので、そういった産地ビジョンと結びついた形でのですね、実証モデルといったようなものもですね、しっかりと検討させていただいて、地域のですね、今後の方向性、こういったものがですね、しっかりと明確になっていく中で、中長期のスマート農業の活用、スマート農業をきっかけとしたですね、中長期の生産基盤の在り方みたいなこともですね、うまく取り込めればということで検討させていただいている状況でございます。ありがとうございます。今の話は大変重要なところで、地方の政局も含めてそこはしっかりフォローしていただきたいなというふうに思います。ただ、なんというのかな、そのビジョンとか、なんか地域全体がこうなっていくって話よりも、農業者の一人一人からすると、やっぱり、いや、でお前やってみてどうだったのみたいなところが、きちんとその情報として交わされるっていう、なんというのかな、普通の会話でこれが出てくるようにまでなるっていうのは、実は結構これ、道のりとしては多分まだ遠いんじゃないかなというのは、今の話伺ってて感じていて、その普通の会話の中であれ使ってみたけども使いやすいお前もどうみたいなところの話がされるようにどうやって持っていくかってところはぜひ考えていただきたいなというふうに思います。皆さん自身が比較的やっぱりその供給者側でこれはやるべきだやるべきだって、べき論は分かるんだけれども、現に事業者である、その農業者の皆さんがどうやったら受け入れやすいかっていうところをやっぱり逆サイドから考えていくって、今回そういった思考をとっても取り入れてくださったんで、ロジックモデルもあるいは資料も充実したものだと思うんですけども、ここが極めて重要だと思います。ぜひそこはなんかすいません、もうやや耳にタコができているかもしれませんけども、ここはくれぐれもよろしくお願いをしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。続いて室谷委員よろしくお願いします。はい、どうもご説明ありがとうございます。私の問題意識も亀委員と、ほぼ同じものです。で、実証プロジェクトの中においてはですね、社会実装という観点から、細かなフィードバックもあるのかもだというふうにですね、想像しますが、先ほどの言葉で言うとマジョリティのところにどのようにですね、まずはそのスマート農業に対して、興味とかそのアウェアネスみたいな、を持ってもらうかっていう取り組みが必要ではないかというふうに感じました。で、そういう点から言うとですね、例えば実証プロジェクトの対象外のところにもですね、例えば JA さんとか普及組織みたいなところでですね、農水省さんが今やっているそのスマート農業の、姿みたいなものをですね、デモとかですね、学習会みたいなものをですね、相当頻繁にやっていってですね、そういうビジョンの共有みたいなものがですね、早い段階に、行えることがいいんではないかというふうに思います。で、
そういうアーリーアダプターとですね、それ以外のところでですね、認識ギャップとか技術ギャップが広がってしまうとですね、それが固定化されるような不安があるという点でですね、そういうデモ学習会みたいなものをその短期のアウトカムの中にですね、盛り込んでいくというのは、いかがなものかというふうにですね、思っているところですけども、どうでしょうか。じゃあ担当の方からお願いします。はい、貴重なご指摘をいただきまして誠にありがとうございます。まさにですね、先生ご指摘いただきました、アウトリーチ活動極めて重要でございます。で、令和元年度に実績としてあるものといたしましてはですね、当初予算以外のものも含めてでございますけれども、延べですね125件のその実演会見学会だとか視察の受け入れを、視察の受け入れは延べ500件以上やらせていただいておりまして、これは参加している農業者以外も含めてですね、自由に地域でご参加いただくようにしてございます。で、参加人数もですね、これ1万人弱ということでございます。またさらには地元の小学生や農業高校生のような若い方々をその優先的に参加していただいたりとかですね、あとはその例えばここにもございます、新たな就業機会の確保という点では、そのスマート農業教育推進等でもですね、さまざまなその情報発信をしていただいてございますので、よりマジョリティの方々にその的確に情報が伝わるように一層の工夫をしていきたいと思ってございます。で、ここについて短期というのもあるのですけれども、中期のですね、アウトカム目標の一部といたしまして、ここに33ページにございますようなアウトリーチ活動への参加者数だとか満足度の評価をですね、より幅広い視点で考えるのも一案かなというのがございます。あと昨年度はですね、政府広報でもスマート農業の推進を取り上げていただいてございまして、まさに政府広報はですね、国民全体へのですね、情報発信でございますので、こういったツールもですね、活用させていただいて、しっかりと情報発信、あとはアグリビジネス創出フェアというですね、メーカーと連携した機会にもですね、こういった事業をうまく発信することによっていかに裾野を広げていくかというところをですね、しっかりとやらせていただきたいということは、各事業担当も同じ認識だと思ってございます。よろしいでしょうか。はい、この事業 のコメントシートの入力につきましては大変恐縮ですけど、13時20分をめどにお願いできればと思います。続いて、上村委員、よろしくお願いいたします。はい、関西学院大学上村です。聞こえてますでしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうですね、公開プロセスの前に事前勉強会があるわけですけれども、そのチャンスを生かして事業の改善をしていただいているというのは本当に好意的に捉えています。ありがとうございます。で、この事業ですけれども、データの取得活用分析が主眼となってますけれども、あくまでデータは手段であって、最終的な目標は農業の持続的発展だということなので、そこが踏まえておくべきことかなと思います。基本的にはそのデータを分析することが農業の持続的発展につながるということを前提に事業は組み立てられているというような認識を持つことが重要かなと思います。で、そこで中長期のアウトカムに、農林業センサスによるデータを活用した農業を行っている、農業者の割合というものが入ってますけれども、これがいろいろな取り組みがある中での統一的な指標になっているのかなというように思っています。で、今回ですね、32ページの方に、スマート農業の社会実装の現状に関するデータを、いただきまして、でそれで、農業にですね、データを活用して分析する農業者を増やすことが増やすという指標のですね、どういう項目で農業センサスに調査のセンサス調査でそのデータを取得するのかという資料もいただいております。ありがとうございます。で、こちら見てるとですね、今のところその 36.4% ということなんですけれども、この中の内訳が非常に重要だなと思いました。データを取得している、あとデータを取得して記録して活用している、あとデータを分析して活用しているという意味では、かなり濃淡があるというわけで、やはり重要なのは分析して活用している、今まだ 3.1% しかないですが、ここをですね、増やしていくということが重要なのかなというように思います。
なので、ここ中長期アウトカムとして36.4%で捉えてますけれども、むしろですね、短期アウトカムにして中長期的にはこの分析していくというようなところを増やしていくというような考え方もあってもいいのかなと思いました。あとはこういったデータはですね、地域別に多分取れるはずです。なので地域別にですね、こういうデータのアウトカムを取ったときに低いところと高いところがありますので、高いところの、要は何が高いのか、で何が低何がなぜ低いのかというところを分析して、低いところを高めていくというのが、重要な今後の仕事かなと思います。で、さらにですね、先ほど政府広報の話ありましたけども、やはりデータを分析して農業をするとですね、これだけ農業の世界っていうのは魅力的なんだよっていうことをですね、いかに政府が広報するかっていうのは、今後のですね、若い方々に対するその働き方のですね、考え方でいうと相当重要だなと思いますね。なので、もちろんその、労働に対するそのしやすさが全然変わってくるということもあるんですけれども、やはり売り上げが変わるとか、付加価値が上がるとか、そういうことをですね、きっちり広報していただいて、今の、今後のですね、労働力もそうですけど、今、こういうことに関心ない農業者の方々に対しても、きっちり広報していくということが重要かなと思いました。で、最後ですけれども、先ほど亀井に言われたように、このスマート農業っていうのは、が入ってくるのは当然として、やはりデータの取得のスピードがですね、相当速くなってくると思うんですよね。で、速くしていくことが、やはりPDCA サイクルを回すときには非常に重要かなと思います。今、どうしても政府の方は予算を組むということを考えると、1年に1回しかこういうことを考える機会はないんですけれども、ただ、現場間としては、地域としてはもっと早いサイクルで改善ができるようにしていくということが重要かなと思いました。以上です。ではガイドよろしくお願いします。上村先生、貴重なご指摘をいただきまして、誠にありがとうございます。まさに我が方としてもですね、全く同じ問題意識も持っているところでございまして、先生のいただいたご指摘をですね、33ページの中でですね、いかに反映するかということを考えてまいりました。で、具体的にですね、その先生ご指摘のいただきましたデータを取得、分析して活用している層、これはですね、かなりコアな層でございます。こういった方々とですね、先ほど亀井委員からもご指摘のいただいた、そのいかにそのアーリーマジョリティやレートマジョリティを組み込むか、両方考える必要があるという認識でございます。で、上村先生のご指摘につきましては、メリットの理解の中のですね、経営メリット等の浸透とかですね、こういった取り組みをですね、しっかりと充実させていくことが大事かなと。まさにプロの方々、イチローのようにですね、しっかり打つ人間がどういうふうに活動しているのかっていうことを伝えていくっていうことは大事だろうと思っておりまして、ここはですね、経営改善の取り組みに対するその比較的専門的なですね、相談とか、その成果をですね、経営能力に即して、要素技術の相談も含めまして入れていくっていうのが一つの考えかなというふうに考えてございます。で、もう一つは、ただそれにはですね、しっかりとしたその情報発信拠点でございますとか、相談体制も必要でございますので、そこはできる範囲でしっかりと考えたいということでございます。ただもう一つはですね、データの活用でございます。ここについては、まさにいかに早く情報を把握するか、的確に現場で解決していくかというのは、先ほど申しました事業運営の中でですね、随時やらせていただいておるところでございます。あとはここのその33ページにあるのですけど、利便性の高い導入促進ツール、まさにですね、今、農研機構がこれまでのその実証プロジェクトの成果をもとにですね、アプリを開発しています。これぐらいの経営規模や、これぐらいの農地で品目であれば、どのようなスマート農機をどのような頻度で活用するのが最も利益が出るかというようなですね、アプリケーションを今、開発しております。令和3年度にはしっかりと開発して、これをですね、場合によっては和栗を使ってですね、提供していくことによってですね、まさに実際のその利便性の高い導入促進ツールが現場で活用されていくというデータが随時把握できるような状況になればですね、現場でのその実装も一層進むのではないかなと思っておりまして、ここについてはしっかりと農研機構とも相談をしながらですね、現実的な対応について、しっかりと、把握して取り組みに入れられるように考えているところでございます。完全なお答えではないかもしれませんけれども、ご指摘を踏まえて精一杯のという考えでございます。
ありがとうございました。しっかり頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。続いて塚原委員から挙手いただいているということでございますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。事前勉強会の時に比べて非常に充実していてですね、いろいろ調べていただいてありがとうございます。先生方のご指摘と重複するところもあるんですけれども、スマート農業のメリットがですね、潜在的に非常に大きいと思うんですね。そのデータを活用した農業というだけでなくて、農業自体の魅力増進ですとか、農業生産性、農業経営の改善という観点で非常に大きいと思うんですけれども、その潜在的な大きさの割にはやはり、十分伝わってない部分があるんじゃないかということで、一層広報を強化していただきたいというふうに思うんですけれども、例えばなんですが、関心の高いその農業者層だけでなく、今そういったことにまだ関心持ってないところにリーチするのはも当然だと思うんですが、既存農業者だけでなく、場合によってはその異業種というんですかね、組み合わせで今後、農業に参入していただけるような、そのアグリビジネスを展開していただける可能性のあるような異業種向けの広報なんかも、ちょっと、なんていうんですかね、ちょっと際物みたいな意見で申し訳ないんですけれども、有効だったりしないかなというふうに思いました。で、もう1点がですね、33ページで分析していただいている、スマート農業の普及に必要な取り組みっていうことで、一番これ、回答の中で高くなっているのが、スマート農機自体の価格低下と。いうのが88.2%ということで、非常に高い回答率になっているんですけれども、これ実はその価格が高いからっていうのは表面的な理由なのかもしれないなというふうに思いまして、分解していくと、そんなにメリットを感じていないので、その割には導入コストが高いというふうに感じてしまっているのであれば、これに対するうちではですね、メリットをしっかり訴求するということになると思いますし、そうは言ってもやはり零細な業者さん、農業者さんであって、単体ではこういったものの、導入がやはり難しいんだということだとすると、場合によっては何か組織的にそういったことを導入することによって単体コストを下げてあげるとかですね、この一番大きな要素のところをもう少し分解してあげることで、打ち手が見えてくるのかなというふうに思うんですけれども、このあたり、すでに何か検討されているのか、今後検討いただけそうかどうか、教えていただけますか。はい、ありがとうございます。貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございます。まさに異業種の参入でございますけれども、実際にですね、令和元年の時点でですね、スマート農業実証プロジェクトには、例えば通信キャリアだとかですね、あとさまざまな業種、商社の方々だとか、あとはその流通関係も含めて、大体200ほどのですね、ありがたいことに、業種にもご参加いただいてございます。で、こうしたことをどうやって進めているかというとですね、まさにそのアグリビジネス創出フェアのような他産業がいろいろ参加できるようなプラットフォームにですね、積極的に情報発信をさせていただいて、であと今ですね、課題と思っているのは地域のですね、産業でございます。特に全国レベルのその大きな企業さんはですね、こういったことをある程度理解いただいておりますけれども、地域のですね、中小企業さんがコア技術を持っている場合がございますので、ここもですね、成長戦略の今の中に入れているんですけれども、地域の金融機関やですね、地域のその大学だとか、そういったのも含めてですね、あとその異業種参入になってくると、本当に最先端の技術は国から人材派遣をしたりとか、町と仕事やですね、金融庁でもそういった事業ございますので、そういったものでですね、いかにその一層の掘り起こしができるかどうかというのを関係省庁ともよく相談しながら進めていきたいということでございます。で、さらに先生おっしゃる通り、このスマート農業の普及に必要な取り組みで、価格低下が一番で出てますということでございます。ここについては資料のスペースもないので1つしか出してないのですけれども、デジタル効果測定の中でですね、実際にどういうふうな価格差であればですね、導入するかっていうのも聞いてます。そうすると、経営上のメリットがあればですね、いくら価格差があっても導入しますっていう人が大体4割います。なので、本当に先ほど上村先生のご指摘と非常に近いのですけれども、
経営上のメリットを明確にすることによって導入する階層というのが一定程度コア層でいるのは非常に明確です。一方でその亀井先生からご指摘いただいた通りですね、まず経営のメリットに行く前の段階でしっかりとそのスマート農業を理解するっていう段階の方々も非常に大量にいらっしゃるもんですから、こういった方々を両方訴求していくのがいいのか、まあ、ゲームで言えばすごいガチ層と非常にそのゆるふわな方々といろいろいらっしゃるもんですから、そういった方々をいかにマーケティングで入れていくかっていうのが非常に大事なのでですね、それぞれのそのニーズに合わせたような的確な情報発信というと、言葉で言えば簡単なんですけど、非常にガチな言い方をするのがいいのか、もしくはこう言って使ってみると意外に楽だよとかですね、いろんなやり方をちょっと組み合わせながらデジタル効果測定をしてですね、本当にその訴求する要素をうまく見出して、なかなかその相手の心をつかむというのはすごい難しいんですけど、そういったことをうまく組み合わせてデジタル効果測定の中でですね、把握しながらやっていくのが効果的かなと思っておりますので、また内容につきましてはご指摘ご指導いただきながらやらせていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。引き継ぎコメントの入力ご協力よろしくお願いします。金子委員よろしくお願いします。この事業は非常に幅が広くてですね、ちょっとよく分かりづらいところもあるんですが、事業者の支援だけではなくて、この事業における国農水省として果たす役割っていうのを何か具体的に考えてらっしゃいますでしょうか。というのはですね、以前ここでも出てきますドローンですとか自動で運転する農機具とかっていうのを見た現場で見せていただいたことがあるんですけども、こう歩上と歩上の間にこう道があった場合には法規制上こうですか、自動でそこを移動させることはできないんだと。一回止めて人力で横に移してまた動かさなきゃいけないと。でまあそこは道って言っても、私が拝見したところはもう、まさに農道の半分ぐらいというかすごく短いあぜ道のようなところだったんですけども、何かこう国としてですね、この、データを使うっていう部分からしてもね、いろんな形式のデータとかがいっぱいあっても仕方がないと思うので、その、プラットフォームとかね、今いろんな、それは環境整備というのかルール作りというのか、要するに国が固有に果たさなければいけない役割っていうのも、きっとこれだけ幅の広い事業をやろうとした場合には事業者の支援とはまた別次元であると思うんですけども、そのあたりっていうのはどういうふうにお考えでしょうか。具体的なそのフォーマットとかそういった詳細についてはワグリの担当から後ほどご説明させていただきたいと思っておりますけれども、全体として考えるべきこととしてはですね、現状のその生産基盤の脆弱化という状況を踏まえますとですね、技術人材資金、これをいかにですね的確に現場に訴求して課題を解決するかというのが非常に重要だと思います。でスマート農業というのはその非常に最先端の領域ですので、相応の資源が不足しています。で特に、野菜や果樹のようなその地域性の高い作物については技術開発もなかなか難しくて、農機メーカーがですねなかなかその技術開発をしにくいというような状況でございますとか、地域の農業者もなかなか理解ができないというようなところもございます。そういった中で本当に必要なその技術をですね現場に行き届かせるような、でそのための手法については先ほど先生がおっしゃったようなですね、そのワグリのその API の公開とかですね、共有のやり方とかいろいろあるし、規制の緩和もやり方もあるのかもしれませんけれども、そういったものをその総合的にですね技術開発と合わせてですねやっていくことによって、現場の課題に本当に効果的なやり方をリスクマネーの供給という形で国がしっかりとやっていくというのが事業の趣旨という認識でございます。具体的な内容については規制緩和の話も含めてですね説明いたします。はい、今自動運転のところのお話で、国の役割とかについてご質問ありましたけども、簡単に現状を申し上げさせていただくと、その特にその無人走行トラクターの関係ですけども、今市販化されているものについてはですね、その補助の中だけで有人の監視の下で、動かすことができる、こういった
あのレベルのものになってございまして、今使っているものをその補助艦無人で移動させるっていうことは、まあそのまあ、技術的とか安全上もですねできなくなっております。でただまあこういったところについてもちろんその補助艦で移動させることができればより効率的に作業ができますので、その辺についてはまあ国の方を主導でですね研究開発を進めておりまして、実際に昨年の10月に富山県の実際の補助で実演会をしてですね、あのシステムとしては今できてきているという状況です。で、まあ、こういった研究開発を国がしっかりやるというのと、あとそれに合わせてあのご指摘やりましたようないろんなルールとか規制ですね、こういったものもそれぞれ そのレベルに応じて変えていかなきゃいけないというふうに考えてございます。で、その補助艦の、まあ、濃度の移動であればですね、濃度を通行止めをして規制をかけて現行法でもですね、走らせることができるということになってますので、まあ、そういった形で昨年も実演をしているということです。で、おそらくそれをさらに一歩進んでですね、行動でもってなるとですね、まあ、またこう技術的ハードルがぐんと上がるということなんですけども、その辺はあの研究開発のレベルに応じてですね、規制の方もそれに合わせて見直しをしていくというふうな形で国としてもですね、環境整備をしっかり進めていきたいというふうに考えてございます。小原委員、よろしくお願いします。はい、ご説明ありがとうございました。2点ご質問というかさせていただきたいと思います。で、1つは、27ページと30、ところの33ページのところでワグリに関するアウトカムのところですけれども、この27ページのところで赤い矢印で事業とワグリのところをこう示しているのが、まさにここのところをどういうふうに把握するっていうことなのかなというふうにこの整理してたのを見て改めて思いました。で、つまりその実際にワグリにどういうデータがどれぐらい蓄積されているのかっていうことと、そこからどういう形でデータが外に提供されているのか、でその先それが農業者にどういうふうに伝わっていて、それがどういうふうに効果的に使われているのかということが分かると、このワグリの機能というか仕組みのっていうものが見える形になるかなと思いますので、何かそういうアウトカムがあるといいかなというふうに思ったというのが1点です。で、2点目はこのスマート農業のこの実証この推進事業って、そのデータを使ってデータでちゃんとやっていきましょうっていう話と、そもそものその技術自体をこう単なる研究じゃなくって、現場でも普及しながら研究しながらそれをこうどうっていう形でやっていくっていうののちょっと方向同じところを目指すんだけれども、データの話とそういう実際の技術の話とって両2つの事業が1つになってるかなと思ってまして、その意味ではこの具体的な技術に関してこういう実証事業をやった結果、その実際のこう現場の技術なり何なりでどういうふうに生かされてるだとか、こういう機能っていうのはこういうふうに普及してるみたいなところのアウトカム、これ今の中長期のアウトカムってデータのところのアウトカムしかないと思うので、その技術面に関してのところのアウトカムもあってもいいのかなというふうにちょっと感じたというふうに思っています。以上です。では担当からお願いします。じゃあすみません、1点目のところをご説明させていただきます。資料の37ページをご覧いただけますでしょうか。こちらにそのワグリで、どういったデータをどういうふうに提供して農業者さんの方につないでいくのかというのを左の方にご説明させていただいています。で、ワグリはさまざまなそのデータをつなぐ基盤プラットフォームということなんですが、その提供されるデータはいろんなデータがありまして、ここに一例で書いてますが、気象データ、農地データ、農地の区画情報とかそういったものです。あと衛星地図とかですね、あといろんな作物の生育予測システムなんかが今開発されてますので、そういったものもつないでおりますし、土壌データとかですね、そういった病害虫の予測システムとかそういったものが今開発されてワグリにと連携しているという状況になってございます。で、こういったデータをワグリを介して、真ん中の下の方ですが、データ利用者と書いてあるところですけれども、ベンダーさんが利用していただくと。で、
ベンダーさんは自社でいろいろとサービス提供されてますけども、まあ、こういったデータ連携基盤から提供されるようなデータをうまく活用してさらに自社のサービスを高度化させて、農業者の方に提供していただくということで、まあ、我が国についてはそのデータの協調領域のようなところですので各ベンダーさんがそれを自由に使いながら各社競争しながらですねより良いサービスを農業者の方に提供していただくと、まあ、こういったモデルになってございます。でこれと本事業の関係なんですけれども右の方にございますように今具体的なここのスマート農業総合対策事業のうちの4つの事業をから出てくるデータをですねこのワグリの方にもつないでいって、まあ、ベンダーさんにいろいろと使っていただくと、まあ、そういったことを想定しておりますので、まあ、例えばそのワグリを使ったアウトカム指標中期のアウトカム指標として、まあ、考えられるものとしては、まあ、こういった別の事業から提供されたデータの利用状況なんかをですねアウトカムの指標の中期の指標の一つにするということも考えられるのかなというふうに思ってございます。あと具体的なそのデータの普及状況と技術の普及状況ということなんですけど、まあ、最終的には少なくともスマート農業である以上はですね、データをうまく先ほど申し上げた通り上村先生がおっしゃるとおり活用することが重要というのは申し上げている通りです。で技術が具体的にデータとしてその経営の効果に出ているのか労働の効果に出ているのか環境の効果に出ているのかというのはいろいろ切り口もありますし全ての事業について同じように確実的にはなかなかやりにくいところがございます。例えば土作りであればですねどうしても土壌の特質に応じたものになるでしょうしやっぱり事業のですね、まあ性格に応じて真に効果的なものをですね技術とそのデータを一体的にある程度考えながら各事業の中でですね本当にできるものを考えるということは重要で確実的になかなかこれをやりますというのは今申し上げにくいのです。あとまた関係担当官もよく認識はしておるのですがこのまたこのアウトカム目標がすげえいっぱいできてもですねなかなか執行可能性にも問題がありますものですからそこも事業の内容を踏まえてですね先生のご意見を踏まえながら本当に効果的なものをやらせていただきたいという考えでございます。ありがとうございます。すみませんちょっとそのデータ活用っていうところと結びつきにくいのかなっていう感じがしたのでそこを何かつなぐその技術のところがあってそこからそのここで言ってるデータの活用っていうのは多分この実証事業で得られてる成果なり何なりっていうものからこのデータ活用にはつながらないんじゃないかなと思ったので何かそこにつなぐ上でこういう実証事業をしてここで効果がそこで何を目指すのかっていうところは何らかのアウトカムがあった方がいいんじゃないかなっていうふうに思って意見したというところです。はい、ありがとうございました。それでは結果はまとまったようでございます。特段のご発言なければですね評価結果それから取りまとめコメント案の方をご覧いただければと思います。よろしいでしょうか。それでは金子委員よりご発表をお願いいたします。委員の皆様の評価を取りまとめた結果事業内容の一部改善が最も多くなりましたがこれでよろしいでしょうか。ご意見がなければそのようにいたします。取りまとめコメントです。事業の課題や問題点としましてはスマート農業のメリットがその潜在的な大きさの割には十分伝わっていないのではないか、やや相場な的で焦点が定まらない気もすると、国の果たす役割としてルール作り、環境整備、プラットフォームの整備等をきちんと定める必要があるのではないか、公開プロセスにおける事前勉強会の機会を最大限に利用し事業改善に取り組まれたことを率直に評価したい、これまでのプロセスを踏まえて具体的な検討が進められており大いに評価したい。その一方依然として短期アウトカムと中長期アウトカムの間に大きな溝があるように思われるのも事実と、ここをいかに乗り越えるかが本事業の課題、農林水産データの連携共有する仕組みの具体的なイメージを明確にする必要があるのではないか、加速化プロジェクト等による省力化の成果などを検証する中長期アウトカムが必要ではないか、スマート農業というワードと現場との距離が現実には大きい中で
テクノロジーを社会実装に落としていく経路を明確にしておくべき必要がある。スマート農業のメリットが特定の大規模経営体に集中しないように、地域農業とのインターフェースを拡充すべきだろう。事業の改善の手法や見直しの方向性です。事業者の支援だけでなく、国固有の役割を果たすような方向を考えて事業を再定義する必要があるのではないか。スマート農業の社会実装の現状に関するデータについて、最終的には活用して分析する農業者を増やすことが望ましい。まだ分析に至っていない農業者が多いので、活用して分析を増やす中長期アウトカムを持つべきではないか。またデータは地域別に出てくるはずで、高い地域と低い地域を分析し、低い地域の引き上げを図っていくことが大事である。スマート農業を実現するためには、地域や現場でのデータ取得分析の回転速度を速め、改善スピードを高めていくことが大切である。本日示されたロジックモデルにおける短期アウトカムから中期アウトカムに向けた戦略ストーリーの明示が不可欠。そのためには、現行の中長期アウトカムを長期アウトカムとし、これに至る状態を中期アウトカムとしてきめ細かく設定すべき。データやソフト等を活用する農業者の立場から、具体的なメリット、安心感や使い勝手、使いやすさといった体験価値をいかに生み出すことができるか、デジタルやデータならではの事業者視点をより重視することが必要。またそうしたメリットを個別の地域レベルで共有できるような丁寧なコミュニケーションをしっかり設計運用されたい。デジタルデータのメリットをより生かすため、迅速なモニタリング体制、これを踏まえた俊敏な評価と改善に反映できる現場を含めた運営体制の構築が必要である。すでに実施されている広報を一層強化する。関心の高い層だけでなく、また既存農業者だけでなく、アグリビジネスに参入可能性のある異業種向けにも積極的に広報していただきたい。スマート農業の普及導入に本当に必要なボトルネックを明確にした上で、その解消に取り組まれたい。ワグリの活用に関しては、実際にどのようなデータがどのくらい蓄積されているのか、蓄積されたデータがどう活用されているのかを定量的に把握するべきではないか。農協や普及機関に対するデモ学習会などの開催をアクティビティやアウトカム指標に組み入れていくべきであろう。以上です。ありがとうございます。委員の皆様、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは以上で本事業についての議論を終了いたします。ありがとうございました。次の事業につきましては、5分後、ちょっと中途半端ですけれども、13時42分から再開をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。5分間の休憩に入ります。